爆走戦隊デカレンジャー。 SPD スペシャルポリスデカレンジャー、燃えるハートでクールに戦う5人の刑事たち。彼らの任務は地球に侵入した宇宙の犯罪者たちと戦い、人々の平和と安全を守ることである。光を街の天使たちに届け、輝く夢を叶えられるように叫ぶサイレン、いざ出動だ。悪の匂いを逃しはしない。エマージェンシーデカレンジャー、アクションパーフェクト、ゲットレディトゥゴー。銀河の果てまで追いかけてゆく、フォールの寿司をでアクセル踏み込む。レディトゥゲー、5つのパワー前回のパワーレンジャー SPD は誰かが人間を集めてるんです。人形の姿に変えて、私シンディサンシャイン、お友達になって。あなたは私のお願いを一つだけ聞いてくれればいいの。あの子にはパワーがある。俺たちは絶対にパワー悪用しない。まだ善悪の区別がついてないのよ。私たちには共通点があるの。おいしい。嘘つき、あんたは僕とは違う。友達がいるもん。お前となんか行きたくないんだよ。うーだ、たっぷり楽しませてやるぜ。ジャック、なんとかして。やってるよ。イエーイ。いや、二人とも無事。ああ、そこまでだ。はおい、何してる、あんな雑魚相手に。そう思うなら自分で確かめろ。これでも食らえ。実につまらん連中だ。行こうサム、僕たち忙しいもんね。サム待て。サム。どこ行ったんだ。悪い予感がするわ。ジャック、捕まれジン。面白くない。じゃあ何ならいいの。もっと楽しいおもちゃよ。
SPD 人形とか。 SPD 人形、そう、あんた知り合いなんでしょ。あのレンジャーを誘い出してくれたらバグルスバースが人形にしてくれる。そしたら遊べるんだけどな。ラララだけど一生のお願い、親友になってあげるから。今行く。さあ。よーブリッジ。これが元人間だったなんて。なんとかしないと。俺たちもドールハウスの住人だ。ああ、ドールハウス大好き。ごめん。あのオレンジ頭のロボットも問題だな。恐ろしく手強い。崖から落とされるとこだった。言ってるでしょ。サムが鍵よ。どうかな。あの子は目玉の化け物がお気に入りらしいぞ。言いたくないけど、私も同感。ブリッジ、得意分野だろ。どう思う？こう思う。あの子が何を考えてるか、僕が考えたところ、考えを考えてみると、もういい。人を助けられなくて、パワーを持ってる意味なんてあるの？少し入れ込みすぎじゃないか？サムは、自分に似てるの。子供の頃の。ああ、僕も昔は辛かった。今でも12の時にあった出来事を鮮明に覚えてるわ。化け物、住人のエリザベス、前に来てちょうだい。必死に生きがってたけど、私は内気で、みんなから冷たい目で見られてた。子供は残酷で、私のことを変人とかモンスターって呼んだわ。幼かった私は耐えきれなくなって、自分にできる唯一のことをしたの。文集を残して学校を逃げ出した。そして足が動かなくなるまで無我夢中で走り続けたわ。気がつくと一人ぼっちで、恐ろしい姿をした生き物が近づいてきた。するとその時爆発が。目を開けるとそいつは逃げた後で、木の陰にレーザー銃を持った人が立ってたの。大切なネックレスを落としたけど、取りに戻る勇気はなかったわ。そんなに恐ろしいことがあったなんて。ええ、だからあの人がいなかったら私はどうなってたか。それが誰か分かったのか？いいえ、分からないままよ。その人物の正体は私だ。え？嘘？マジ？私のネックレス？どうして？なぜ黙ってたの？今の状況を考慮して真実を話す時だと感じたのだ。君たちのパワーについてな。君たちの共通点は特殊能力だけではない。それは何か。ご両親が全員 SPD で働いていたことだ。嘘？マジ？俺の両親は違う。宣教師だ。うちのママだって学校の先生よ。君たちを守るためにこの情報は封印することにしたのだ。君たちが理解できる年齢になるまでな。彼らは科学者としてモーファーに組み込まれたテクノロジーを生み出した。リーダーはマンクス博士だ。それってキャットの両親ってこと？いや、君たちの知ってるキャットマンクス博士だ。まさか。どう見ても25か、せいぜい30だ。彼女は今147歳だ。君の発言は本人に伝えておこう。話を戻すが、ご両親も君たちと同じ志を持って働いていた。ところが実験の初期段階において予期せぬことが起きてしまった。エイリアンであるキャットを除き全員が体に影響を受けてしまったのだ。長期間細胞促進剤にさらされた結果、遺伝子が書き換えられた。だからママは変わってるのね。このこととサムに関係が？彼は最後の一人だ。嘘？マジ？あの子を助けなきゃ。あの子だけじゃダメよ。数時間で完全に人形になってしまうわ。手分けして探そう。ええ。サム！サム！
サム！サムどこ？サム！サム！サム！ねえサム、どこにいるの？サム！そこにいたのね。制服はどうしたの？見せたかったの。私も君と同じ人間だって。サム、みんなすっごく心配してたのよ。僕のこと知らないのに。そうね。でも君を知りたいの。私たちには共通点があるから。どういうこと？話を聞いちゃダメ。あんたの親友は私よ。引っ込んでて。いいよ、人形を脅そうっていうの？その人がしたこと覚えてるでしょ。助けてサム。また会ったね。ねえサム、本気でトゥルービアンを友達だと思ってるの？だったらやりなさい。止めないわ。水で膝を洗わせて。私はジで、君はサム。どっちが真実を言ってるか分かるでしょ。本当に友達になってくれる？もう友達よ。あーもう吐きそう。バゲルス合わせ。お任せ。危ない。いや、あやめろ。じゃないと。サム、捕まえた。そんな。やったやったやった。見てグラム、私だけの SPD 人形よ。よこせ。ちょっと、これはまさに王にふさわしいトロフィーだ。私の人形よ。もう俺のだ。よくも俺をコケにしてくれたな。攻撃の準備だ。サム、慌ててどこ行くの？でもさっき人形になった？いいえ、あれは分身よ。言ったでしょ、パワーがあるのは君だけじゃない。ごめんなさい。僕聞いて、他の子と違うって大変よね。私も昔は友達がいなかった。本当？ええ、だけど大丈夫。大きくなれば変わるわ。みんなと同じになりたいんだ。そうね。でも私たちはみんなとは違う。力があるの。それに対する責任もね。わかった。僕の力を人のために使えばいいんだね。そうよ。じゃあ手始めに人形を元に戻す方法を教えて。バグルスワースだよ。あいつを捕まえれば人間に戻せる。みんな、サムを見つけた。今から戻るわ。そうはいかないぞ。逃げて。急いで。サム、レンジャー諸君、 G の現在位置をそっちに送った。救出に向かえ。今日は仲間がいないようだな。やめろ。サム、助けて。その女を逃がすなよ。私は大丈夫。逃げて。おとなしくしろ。今度こそ逃がさないよ。すぐだから、いい子にしててね。あれ、どういうことなの？こっちだよ。なに、もう人形は作らせない。ダメ、やめて。僕の杖がない。
てこと。もう怒ったぞ。逃げてサム。またやられていく。行こうよみんな。そこまでだ、レンジャー。大丈夫か、ジ。ただではすまんぞ。手を貸すか。手伝うか。ジ。何、来てくれてよかった。仲間なら俺にもいるぞ。行くぞ。ロジャー、SPD エマージェンシー、ヤン、スペースパトロールデルタ、ヤン、逃がさないぞ。いいわね。グッバイ。発射。なかなかやるな。だがこれならどうだ。これ以上身が持たない。まったくだぜ。やめてよ。みんなしっかりしろ。頭を使うんだ。いい考えだ、プリッチ。あんたを倒してやる。やれるもんならやってみろ。いいわ、リック、出番よ。リック、キャッチ。兵隊キャノン、レディー、ファイヤー。みんな、押し返せ。やったわ。また来ちゃったよ。おもちゃの壊し方教えてあげる。キャット、ゾードお願い。みんな急いで、あと2分で人間に戻れなくなる。デルタスクワット、メガゾード、ロジャー。楽しい気分に水を差すなよ。動くんじゃないわよ。そっちもね。よくもやったな。やめて。もうフルパワーだ。発射。
ーがお前に判決を下すわ。やめて。ジャッジメントタイム。こんなのないよ。有罪。嘘、待って、やばい。3、2、1、ファイヤー。シャットダウン。みんな、やったわね。よいしょ、よいしょ、ロボットは壊されても、僕は捕まらないもんね。どうかな。いや、またお前か。お前は有罪だ。ビルを盗み、人々を人形に変え、子供を危険な目に遭わせた罪は重い。うるさいな。キャプチャーモード。出してよ。私の人形が。ブーム。僕は痛い。いい？ハグしてるよ。ダメ。仕事中だもんね。ハグはなし。仕事仕事。自転車ありがとう。嬉しいよ。いいのよサム。友達が増えたわね。本当だね。みんな年寄りだけど。年寄り？変人だし。は？冗談だよ。これからもアカデミーで会えるよね。もちろん。僕もパワーレンジャーになる。みんなみたいに強くなるんだ。サム、みんな待ってるわよ。行くね。僕モテモテなの。あ、聞いたか。その自転車イケてる。イケてるレンジャーにもらったんだ。私は年寄りじゃない。年寄りじゃないよ、変人なだけ。困った困った。ブリッジ役の伊藤陽介です。先ほどですね、アフレコしていたらですね、同じこのアフレコルームに一緒にみんなでね撮ってるんですけども、林剛さんがですね笑い声で止めてくるんですね。それでまたもう一回撮らないとみたいな感じでねなっちゃうんですよね。これちょっとみんな止めてもらえますかね。林剛さん、もう合言葉は SPD。